野田は帰れ。の東京都から変えていくのは宇都宮県知事だけです。ぜひともこの場で訴えたい方はご一緒に宇都宮県知事を応援してください。脱原発唯一の統一候補として脱原発再稼働反対、そして福島の復興支援を言っているのは宇都宮県知事だけです。皆さんの力をもっともっと広げてください。今度こそこの東京と変えていきましょう。みんなの力で東京を変える、それができるのは宇都宮県知事だけです。弁護士として人の痛みが分かる。だから脱原発なんです。命を守りたい宇都宮県知事です。全個性を引き継ぐ人ではなく、今度こそ人に優しい東京を作る。そのためにはみんなの力で宇都宮県知事と書いてください。これから宇都宮県知事がこの場で皆さんに希望の持てる政策を訴えます。具体的な政策を言っているのは宇都宮県知事だけです。選挙のために脱原発を言っている候補はたくさんいます。でも具体的にこの東京都から再生可能エネルギーを作っていく、東京都から脱原発を言っていく、それは宇都宮県知事だけです。弁護士生活の中で反貧困にも取り組んでまいりました。宇都宮県知事、今度こそみんなの力で宇都宮県知事を、東京を住める街に、そして東京から脱原発はっきりとみんなの力で訴えていきましょう。それには宇都宮県知事、どうぞあと数時間でもみんなに広げてください。あと一歩なん有名な人が勝ってしまうような今度の都知事選、とても重要です。知名度だけではなく実力のある、思いのある脱原発をはっきりと訴える宇都宮県知事しかいません。今度の東京都都知事としては宇都宮県知事だけです。みんなの力、市民の力で宇都宮県知事はここまで戦ってきました。大きな政党ではない、だから宇都宮県知事なんです。人の痛みが分かる、だから宇都宮県知事。皆さんの力がないと宇都宮県知事は都知事として働くことができません。今度こそ変えていきたい。全都政じゃない宇都宮県知事だけです。今度の新しい東京とするなら宮県知事、宇都宮県知事だけです。皆さん一緒になって宇都宮県知事、宇都宮県知事、もう一歩、もう三歩、皆さんのご支援が必要です。だから宇都宮県知事、宇都宮県知事の名前を伝えてください。まだ数時間あります。カッタレンの皆さん、こんにちは。今日都知事選選挙運動最終日です。宇都宮県知事さん、市民が押し上げた候補としてたくさんのカッタレンの皆さん、今日集まってきてると思います。よろしくお願いします。宇都宮健二さんとたくさん一緒にお仕事に戻ってきました。雨宮かりんさんからメッセージいただきます。よろしくお願いします。達に向けて、その大株主としてのポジションを使うことができれば、国が皆さん頼りないと思っていると思うけれども、それを後押ししていく、そういう力になります。だから石原都知事の後継者ではダメだっていうことははっきり誰もが実は分かっていると思います。でも本当にこの東京をどんな街にしていくかについて、やはり後継になった方は未来を切り開く政策を私たち都民に示していない、そのこともしっかりと多くの方に伝えていただきたいんです。宇都宮健児さんは、私はこの東京の路上生活者問題の課題に取り組んだときに初めてお会いしました。そしてそれから地道に活動をされて、本当に多くの方たちと多重債務の問題やこの東京の日陰の部分にしっかりと向き合う活動をされてきた。そして皆さんが応援をして都知事にしようと思う方は、日弁連の会長というそうしたトップのポジションをすでに経験をした人なんです。作家ではありません。エキセントリックな作家ではない、皆さんの生活の現場を一番よく知っている人だということを、もっと多くの方たちに伝えていただきたい。私たちのこの東京の街は住宅地もあり、こうした日本一の繁華街もあり、そして本当に進んでいる若者たちの貧困問題だって深刻ですが、東京で一人暮らしの高齢女性の貧困問題だって本当に大変なんです。こうした東京にどんなリーダーを迎えるのかは、大勢の人たちの広い広い合意が必要です。そのためにもどうか皆さん、応援をする人を増やすために、今迷っている人を排除しないでください。排除の論理になってしまっていては、私たちは宇都宮さんを都庁に送り込むことができないんです。どうぞ皆さん、この東京都知事選挙、これまでこんなにたくさんの市民がこんなに熱い思いで参加した選挙はないと私は思っています。責任政党として脱原発で日本を変えようと今訴えてるんです。そのことを排除したらこの国は変わりません。どうぞそれよりもこの自民党政権で安倍総理が誕生してしまえば、この国の国家のために人間を作ってきた、国民を作ってきた、その逆戻りの発想がこの東京にも及ぶということに、どうぞ危機感を感じてください。宇都宮健児さんの当選に向けて、まだまだ頑張りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。大河原議員でした。続きまして、この主役である私たち勝手連の中から、いくつか、団体の皆さんに自己紹介とメッセージいただきたいと思います。ちなみに私、勝手連ブログの管理人しておりました。皆様たくさんスケジュールをお寄せいただきましてありがとうございました。皆さんのおかげで各地東京が勝手連できたのかわからないんですけど、どんどん宇都宮さん応援の輪が広がっていきました。皆さんどうぞありがとうございました。はい、じゃあお願いします。板橋区の勝手連の代表をしています和田優と申します。板橋の勝手連は非常に元気で活動してきました。5歳と2歳の2人の息子がいる父なんですが、まさかこんな台に立つとは思いませんでした。ですが僕なんかの人間がこの台に立つという熱気が今回の選挙はあるんじゃないでしょうか。大河原さんの演説の時にヤジがありましたが、しかしですね、実は今回、政党だけじゃなくて、市民も団結したんじゃないでしょうか。1000万人アクションの人も、都民投票の人も、労組の人も、あらゆる人々がもう知らなくて、そしてその継承はごめんだ、人に優しい、人に優しくできる都知事を選びたい、そうやって私たちこうやって集まってるんじゃないでしょうか。組織ぐるみの選挙とか誰かに任せて文句だけを僕たち言ってきたんじゃないでしょうか。今度の選挙は私たちが自由で考える、私たちが本当に主人公で一票を投じる選挙にしたいと思います。それが宇都宮さんが何度も演説で言っていた市民と共に東京を作り変えるというこの選挙の意味です。頑張りたいと思います。ありがとうございました。板橋官邸の皆さんでした。八王子勝手連の林陽子です。宇都宮健治さんは鉄道棒のような人です。そうです。あの宮沢賢治の雨にも負けずの鉄の棒です。自分をあらゆることを自分を感情に入れずに、東に病気の子供あれは行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に心臓な人あれば行って怖がるなくてもいいと言い、まさにこのようなことをずっと本当に困っている人、本当に弱い人のためにやってきた素晴らしい弁護士さんです。そして何よりも正真正銘の脱原発の都知事候補です。はい、それで私たち、八王子勝手連のみんなは本当に心からの愛を込めて宇都宮さんのことをデクノボーさんと呼んでいます。はい、デクノボーの宇都宮健治さん、どうぞ東京都知事になってこの東京を本当に人に優しい東京に変えてください。そしてその東京から、私たちはみんなでもって本当に命に優しい日本を作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きましてどんどんいきます。皆さんこんばんは。東京大阪市荒川の勝手連です。23区の中でも人口20万、高齢化率65歳以上老人が 23% というそういう区です。その中で70歳以上の人が昨日は1万歩、今日は2万歩とチラシをポスティングしてくれました。私たちはみんなで商店街練り歩きやそれから駅頭乗船をしました。日に手応えがあるのを感じました。素晴らしい選挙戦をご一緒にできて本当にありがとうございました。これからも頑張りましょう。はい、ありがとうございました。それでは次の勝手連の方です。ご紹介します。お願いします。都内で大学生やってます。で、学生の勝手連で、今回の選挙を頑張りました。ありがとうございます。13年間の石原都政、教育はめちゃくちゃにされて、福祉は切り捨てられて、もうね、学生は怒ってますよ。で全然勉強できない学生、就職難で自殺してしまう学生もいます。もうこんな生きづらい東京は嫌ですよ。今回の宇都宮健治さん、若者にとって学生にとって本当に希望です。こんな人が現れてくれるとは思いませんでした。ぜひ皆さん協力して宇都宮健治を都知事にして今までの都政を変えていきましょう。あと脱原発、絶対に脱原発しましょう。東京から脱原発です。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。そして宇都宮さんの応援には若い方もたくさん参加しています。それでは次の方お願いします。三鷹勝手連の竹内と申します。三鷹では知らない者同士30名余りが勝学連に参加しました。人口18万です。10万枚を超える自主チラシも含めて10万枚を超えるチラシを巻き切りました。宇都宮健二さん、私たちが待っていた栃木です。宇都宮健二さん、命がなければ経済なんて成り立たないんです。のお母さんがつながったお母さん勝手連から今日は参りました。宇都宮さんは子どもたちに優しい都政を作ってくれる方だと思っています。19年間保育園に通わせた私に以外一つ言いたいことは、保育園の待機児対策は待ったなしですが、認証保育所ではそんな子どもたちが保育をするような、先生たちの待遇が悪くて先生たちが入れ替わってしまうような、そんな保育を子どもたちにはさせたくありません。私が19年間子どもを安心して預けて保育をして働いてこられたのも、ちゃんと認可保育園があったからです。宇都宮さんは認可保育園を作ってくれると言っています。皆さんで宇都宮さんをぜひ都知事に送り出したいと思います。全国のお母さんたちもぜひ東京から宇都宮さんを出してほしいと言っています。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。お母さんたち頑張りましょう。勝手連東村山です。西武線沿線は東村山、清瀬、東大和、東久留米、小平、西東京、みんな頑張った。朝から晩まで宇都宮さんの名前を呼び続けました。市内の仲間に無所属の都議市議を合流して、加えて緑の党さんや共産党さん、生活者ネットさん、草の根さん、みんなの組合さんなんかも支援してくれました。これが宇都県勝手連なんだ。最後に、ここに来れない仲間は今呼びかけやビラ配りやってる声援を送ろう。頑張れ。都知事は宇都宮。ありがとう。ありがとうございます。5番目のお母さん勝手連です。3月11日以降、私たち母親を不安のどん底に陥れた原発事故、些細なことだと言い放つ市原さんの後継者に子どもの未来が託せません。勝手連アンチ石原軍団のランキータクシーです。長い年はじくじたの思い出してきたあの高慢ちきな下品な都知事を俺たちの手で追い出したかった。その後継者ってやつを追い出そうではないか。本当に喜んで一票を投じる宇都宮県知事がいて嬉しい。ぼんよりするな東京、ちゃんと考えろ東京、騙されるな東京。そうだ、ここで野田佳彦は何か言ってたけど、あいつは福島原発に収束宣言なんかしやがって、嘘つくな総理大臣。歌います。おお、なんだこの鈍い音は。心配してもしなくても今そこにある危機、福島第一の4号機に嘘つき政府と嘘つき会社に命を委ねてくってむちゃくちゃスリリング。自殺被害の大惨事、それを体験するのか俺たちは。歌うぞ。4号機潰れたらどうなるか考えてみろ。4号機潰れたらどうなるか考えてみろ。燃料棒1500本から飛び散る放射能、地獄の釜の蓋が開いてるぞ見ろ。れてゆくよバイバイ。逃げよう逃げ出そう、逃げよう逃げ出そう、逃げよう逃げ出そう、逃げよう。250キロ圏外、なんでこんなことに、なんでこんなことに。今そこにあるケーキボロボロの4号機、使用済み燃料がプールの中に。水がなくなれば壊滅的打撃、人類未体験の放射能が飛び散り、すぐには死ねない、目は取らせない、悲劇立ち会い、後悔また後悔。大人が道を誤り、結果子供に誤り、自分が許せなくて地獄の苦しみ、家族を見送り、恋人を見送り、友達を見送り、一人に残され歩くり、怒り狂った親はリベンジを誓い、村人たちに眠れる夜の呪い。潰れたらどうなるか考えてみろ、東京4号機潰れたらどうなるか考えてみろ、みんなウィンということだよ。福島終わってねえんだよ、福島終わってないんだよ、いつ終わるか分かんないんだよ。嘘ついてんじゃねえよ政府。宇都宮県知は正直だよ、宇都宮県知を送り込もうというか、政都知事にしよう。でもうちょっとだけ歌っていい、もうちょっとだけ歌っていい、1曲だけで。でおいおいのことでいってみよう。大変だ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 、ニュークリア大変だ大変だ大変、事故ったら大変だ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 、福島大変だ大変だ大変、やらかした。放射の強い放射の偉い、誰も差別しない誰にも負けない、放射の強い放射の偉い、誰も差別しない誰にも負けない。ひとたび事故れば大パニック、沈没寸前の大タニック、シェルノブイリ今じゃゴーストタウン、つもない子供が甲状腺がん、はじめまして噂のプルトニウム、安全神話福島で終わる、もう食べられなくなる農作物、どこまでいつまで汚染される、放射の強い放射の偉い、誰も差別しない誰にも負けない、放射の怖い放射のやばい、見えないに酔わない、誰も逃げられない。カダフィ、ビンダディ、サルコジ、ベルルスコーニ、広瀬隆史、ランキンタクシー、総理大臣、阪神巨人、推進派、反対派、東電関電、南電関電、男、女、子供、大人、朝日、文春、エビスキリ、自国人産、ユダイエ、トヨタ、日産、イラクイラ、放射の強い、放射の偉い、誰も差別しない、誰にも負けない。放射の怖い、放射のやばい、見ない、匂わない、誰も逃げられない、みんな。大井が再開発されちゃったよな。で再稼働反対、その理由は Listen、 弁当もねえ、免震灯もねえ、防潮堤かさ上げしてねえ、その前に活断層あるかもしれねえ、破砕帯あるかもしれねえ、その前に福島がまだ終わってねえ、福島の減少やってねえ、だから再稼働ダメ、再稼働ダメダメ、おいの再稼働絶対ダメ、再稼働ダメ、再稼働ダメダメ、おいの再稼働絶対ダメ、放射のくらって死んじゃうなんて、いやいやよ、ダダ漏れなのに止められないなんて、いやいやよ、生まれてくる子供に恨まれるなんて、いやいやよ、豊かで不健康だ東京なんて、いやいやよ。東京の外環道の勝手連です、七久市の連中と一緒に宇都宮さんを応援してきました。今もまだチラシを配ってる人たちがたくさんいます。外環みたいな公共事業の無駄な公共事業もいりませんし、原発もすぐ止めてほしいとみんなで願っています。皆さんと一緒に頑張りたいと思いますし、ぜひ多くの人に明日は投票に行っていただきたいと思います。宇都宮県議さんを都知事にしましょう。よろしくお願いします。選挙カーに乗るのは人生で初めてです。80を過ぎた老人です。でも老人にも一言言わせてください。東京都は11兆円のお金を使っています。新太郎都政をですね、変更しましょう。変更させるのはあなたです。私という一人がこの東京都政を超えるんです。女性の方、お年寄りの方、若い方々、連合して、もう、頑張りましょう。ありがとうございました。こんばんは、日野カッテレンです。日野市で初めて選挙に関わる人たちも含めて、朝から晩までチラシを配りました。この時間も新宿へ行きたいけど私は電話を友達にかけると言ってここに来ないで電話をかけている仲間がいます。皆さんもこれが終わったらすぐ自分の携帯取り出してメモリーに入ってる人にどんどん電話をしましょう。そして原発をやめる。なぜ東京都が東京電力の大株主です。東京都が変われば東京電力の方針が変えられる。だから都知事、宇都宮都知事をぜひ実現しましょう。昨日もみんなで頑張ります。杉並のカッテレンと杉並区議会の超党派の議員団を代表して宇都宮健児さん、最後の勝利まで頑張ろう、皆さんに訴えます。杉並区議会では生活者ネットワークの議員団、日本共産党の議員団、みどり未来の議員団、そして私たち無所属区民派の議員団、さらに社会民主党の議員、ことごとく宇都宮さんを応援しています。また東京8区杉並で立候補した民主党の円香優子さんも宇都宮支援を表明しました。私たちはこの超党派の力で、そして杉並の草連盟の力で、今日12時まで最後の力を振り絞って宇都宮さんの勝利を勝ち取ろうと思います。皆さん最後まで頑張りましょう。あと一歩です。背中が見えてきました。最後の最後まで宇都宮支援を拡大しましょう。皆さん、人に優しいまちづくりを目指し、宇都宮さんを応援する会、略称ひとまちカッテレンです。皆さん、大型再開発の下で暮らす人々は幸せでないんじゃないの、宇都宮健児さん言いました。住まいは人権ですと宇都宮健児さんは言いました。4000億かけて移転をさせないように築地市場を守りましょう。ヤンマダムを無駄に作らせないために東京からノーを言いましょう。そのためにひとまちカッテレン頑張ります。皆さんこんばんは。中野カッテレンの八木浦明と申します。中野も頑張りました。この1ヶ月間、毎朝通勤前のサラリーマンに向かって声を上げ、チラシを配る。そして昼間はウグイスをやったり、チラシをポスティングしたり、そして夜は帰ってきたサラリーマンに対してまたチラシを配る、アピールする。それにとどまらず商店街を練り歩き、住宅街を練り歩き、毎日候補者に負けないぐらい頑張ってきました。そして夜はこれで終わりじゃないです。夜帰り道でポスティングをして帰る。本当に朝から晩までこの1ヶ月間中野カッテレンみんなが頑張ってきました。そして明日結果が出ますけれども、私ちょっと冷めるようなことを言うかもしれませんけれども、宇都宮さんが当選しようが落選しようが私たちはもう目覚めたんですよ。私たちは一人一人が東京を作る、そういう目覚めた都民が今回の選挙活動、本当に多く出てきたと思うんですね。このつながりを大切にして、宇都宮さんが当選したら、もちろん首長提案の議案に関しては強力に宇都宮さんをバックアップする。そしてもし落選しても、その代わりに当選した人を必ず自分たちの声で、自分たちの民意を反映させるように、皆さんでプレッシャーをかけていきましょう。これが民主主義じゃないでしょうか。これからまだまだ続きます。今日も13時、失礼します、まだ大丈夫ですか。今日の日付が変わるまでまだ皆さんやることあります。僕も帰ってからポスティングやります。皆さん頑張りましょう。最後までお願いします。多摩市民活手連の吉田と申します。美濃部さん以来の多摩市での活手連の成立です。出足は遅かったんですけれども、そして平均年齢が高いメンバーでしたけれども、毎日駅頭で何時間も通る人に名前を言いつつ、わけのわからないチラシを配りました。そしてチラシの全国配布も手分けをしてやりました。今までは都民であることがとても恥ずかしかったんです。本当に都民であることが誇り思えるような都知事に、宇都宮さんにぜひなっていただかないといけないと思って、まだまだ頑張ります。明日もまた電話かけとか頑張る予定です。皆さん頑張りましょう。私たちは市民と議員をつなぐ丹多摩活手連です。私は小金井の市議会議員の片山薫です。私たちは上原貴子、上原さん、国立元市長ですねの呼びかけによって、区部と支部の議員が集まって、それぞれ無所属の議員が中心になり、地域の活手連の窓口となって、そしてチラシのポスティングなど、こういった活動をしてきました。私たちは無所属の議員、そして市民が中心となって、30市町村、そして23区の皆さんの窓口となって頑張ってきました。私たちは組織ではありません。今回の選挙は組織ではない、市民が動いて作り上げた選挙だと思っています。これから宇都宮さんが都知事になった後も、次は都議会議員選挙があります。ぜひ皆さん、都議会にも皆さんの力で地域から議員を出していきましょう。今の都議会をひっくり返さないと、宇都宮さんだけを都知事にしても都政は変わっていきません。選挙も引き続き頑張りましょう。皆さんこんばんは。私は一人活手連をやっていました。ツイッター名義デモプラカードと申します。宇都宮さんツイッターを通して提供してまいりました。あと、うつけんさんの顔のお面、ご存知ですか。それも私作ってまいりました。グラフィックの面で一人活手連をやってまいりました。ですね、宇都宮健児さんはとっても魅力があるんですけれども、不思議なことに私だけじゃないんですね。うつけんさんをテーマに作品を作ったのは、うつけんさんの事務所に行ったことある方いらっしゃいますか。四谷三丁目の事務所、皆さん行ってますよね。そのね、事務所の中はもうね、市民の方の手芸だったり絵だったり漫画だったり、いろんな作品の展覧会場になってるんですね。みんなうつけんさんをテーマに作品を作ってるんです。で、そういったハンドメイドの作品だけじゃなくて、サンバを踊り出す人もいれば、歌を作る人もいれば、もうね、いろんな自己表現をしてるんです。それはね、なんでかっていうと、うつけんさんが表現の自由規制に反対してるからなんですね。ですから、市民の皆さんが思う存分自己表現をしてるんです。それはね、もう本当、うつけんさんの最大の魅力だと思います。あと、私はウグイスをやってるんですけれども、今回の選挙、若者に選挙に行ってもらいたいんです。ですから、若者に訴えかけるために、私は選挙カーの中でラップを通してうつけんさんの政策を発表してます。今日はちょっとランキンタクシーさんの前で恥ずかしいんですが、ラップを披露いたします。あ、これは時間が終わりとなりました。後ほど選挙カーから時間枠を披露させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も動いてたくさん聞きました。はい、じゃあ次の方。皆さんお疲れ様です。品川活手連の多田と申します。品川の方他にいるんですけど、まだ壇上に上がってないようなので、私側の上がらせていただきました。宇都宮健児さんを応援しようということで、先月、11月にはですね、経産省の前の脱原発テント広場の方と連動して品川カッテレンでは皆さんにご協力いただいて、山手線全域アクションをやらせていただきました。皆さんありがとうございます。告示前だったんですけれども、たくさんの人が集まりまして、皆さん宇都宮県産を応援しようということで、盛り上がりました。やはり脱原発、反貧困、やはりですね、都政を刷新するのは、宇都宮健二さんしかいないと私たちは思います。ぜひ最後の最後まで頑張って都政を刷新して、新しい宇都宮健二さん、ぜひ都知事になっていただきたいと思います。頑張りましょう。東京都北区カッテレンの田中一郎と言います。私が最後です。本当は鳥羽さんというですね。本当に綺麗で、声の美しい方がお話しする予定だったんですが、今日ちょっと来れなくなって、私がドラ声で、ご挨拶だけさせていただきます。北区のカッテレンは本当に宇都宮さんに当選してほしいという、それただ一点で集まったど素人の集団で、いろいろやってみて、例えば日本の公職選挙法がひどいとかいうのも分かってきました。なんとしても石原都政を止めて、あの弱い者いじめの都政を止めて、優しい東京を作る宇都宮さんに、ぜひ都知事になってほしいと思っています。この場を借りて、ちょっと一つだけですね、申し上げたいことがあります。ここにお集まりの方以外のですね、新宿駅におられている方も耳を澄ましてほしいんですが、放射線の被爆の単位、シーベルトという放射線被爆単位は、内部被爆の実態を表しておりませんので、シーベルトの値が小さいからといって安心をされることは非常に危険であるということを申し上げておきます。シーベルトという放射線単位は原子力村がでっち上げたインチキ概念の可能性が非常に高いということをよろしくお願いします。ありがとうございました。それではカッテレンによる投票、前の最後のイベント第1部終了です。第2部ということで、司会を上原ひろ子さん、元国田市長にバトンタッチます。カッテレンの皆さん、どうもありがとうございます。引き続き候補者も来ますんで、どうぞ盛り上がってください。皆さん、本当に最後のお歌の時間になってまいりました。でもなんかびっくりいたしました。さっき来た時にあまりにも人が多いので、これは野田総理のために集まった人かなと思ったら、みんな帰らない。宇都宮健二のために集まった人、すごい、本当にすごい。今次々に言っていただいた皆さん、40日前は何もなかったんです。これだけの人たちがたった40日で東京都中中ずっと広げていただいて、もういくつカッテレンがあるかわからない状況です。私たちはここに集まった多くの皆さん、17時間共に戦ってくださった皆さん、ここに来ないで地元でまだ頑張ってる皆さんと共に、この17日間を一緒に戦えたことをとても誇りに思います。ありがとうございます。しかし私たちは8時までしかここの大きな音は出せませんが、明日に時間が変わる夜中の12時までは私たちの時間です。宇都宮健二のために使ってください。何度も申し上げますが、今回の選挙はまさに歴史を皆さんが作る選挙となりました。多くの皆さんの支えがあってできている選挙です。そしていろんな政党の方、脱原発を明確に示した政党の方たちが本当に支えてくださいました。まずはその政党の議員の皆さんから、応援をいただきたいと思います。何度も登場していただいております、共産党田村智子さん、参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さん、東京で大きな変化が起これば、日本中に、そして世界に大きな衝撃が起こると思うんです。宇都宮健二さんを都知事にして、日本の世の中国民が主人公なんだということをしっかりと示していこうではありませんか。この都知事選挙は誰が勝ったとか、そんな予想ばかりがマスコミの中で報道されているんですけれども、いろんな世論調査を見ても決めることができない、迷っているという方が一番多いと思うんですね。そして皆さんの要求の世論調査を見れば、原発をなくしてほしいという方は7割、8割です。その声に応えることができるのは宇都宮健児さんしかいないじゃありませんか。この選挙、宇都宮健児さんが立候補をしてくださったことで、先週この場所で行った街頭からの応援の演説では、6つの政党の代表が宇都宮さんと共に頑張ると決意表明をした。これまでにない変化がすでに政治の世界に起こっています。皆さん、私たち日本共産党も原発をなくすために本当に多くの皆さんと、そしてこの東京では宇都宮健児さんを真ん中に力を合わせていきたいと思っています。原発をなくすためには動かしてはいけないと思うんです。動かせという大企業、日本経団連、電力会社の圧力に負けない政治家がこの東京には必要だと思います。宇都宮健児さんはタラ金業界と真正面から対決をして、一歩も引かずに戦い抜いて、タラ金業界に高金利の誤りを認めさせた正義の弁護士です。筋金入りの弁護士です。経済界の圧力に絶対に屈服せず、都民の命と暮らしを守りきることができるのは宇都宮健児さんではないでしょうか。人に優しい東京、ぜひ子どもたちに優しい東京を宇都宮健児さんと一緒に作っていきたいと思っています。私も東京で子育てやっている母親の一人です。私が子どもたちを競争に駆り立てるような教育でいいのかっていう演説を先週この場所でやりましたら、他のお母さんからメールが来ました。石原都政の下で高校の統廃合がどんどん進められて、定時制高校まで減らされて、高校に行きたくとも行けない、自分の将来をもう諦めるという10代の若者たちが現に今この東京にいます。こんなことで日本の社会が良くなるはずがありません。子どもたち、若者たち一人一人の力をどうやって伸ばしていこうか、この子にはどんな力が秘められているんだろうか。宝探しのように先生が子どもたちに向き合う、そしてそうやって学ぶ場が若者たちにちゃんと保障されている、そういう東京を作らなければなりません。全国から見ても最低レベルになってしまった東京の教育予算を宇都宮健児さんと一緒に増やしていって、子どもたちに優しい、子どもたちの未来の力をつけていくような東京をご一緒に作っていこうではありませんか。私たち日本共産党も最後の1秒まで頑張り抜くことをお約束いたします。共に頑張りましょう。大変ありがとうございます。いつも力強い応援をいただいております。ただいまのは、共産党の田村智子参議院でした。実機なんで社民党横田翔吾比例候補からお願いいたします。皆さんこんばんは、社民党です。私は衆議院の比例代表候補として今回の総選挙に立候補してます横田昭三と申します。比例区の選挙ですので、私はこの東京中を比例区は社民党、そして都知事には宇都宮健児、こういうことで東京中を訴えてまいりました。皆さん、私は社民党本部に勤めておりますけれども、派遣労働法の問題、派遣切りにあった労働者の問題を宇都宮さんが訪ねてこられました。そして派遣債務の皆さんの問題を宇都宮さんが訪ねてこられました。そして家を追われた方、原発の事故で避難をどうしようかそう悩まれている方、そうした皆さんの問題を宇都宮さんと一緒に取り組んでまいりました。社民党は今回の選挙で命を大切にする政治、生活再建を訴えてますが、それはまさに宇都宮さんの政策と一緒だと確信をしています。どうか東京で本当に人に優しい東京、脱原発の東京を作ってほしいと思います。私も東京中回りながら、お年寄りの方や車椅子の方、そして小さい手で変電カーに手を振ってくれる子どもたち、この子どもたち、お年寄りの皆さん、弱い立場の皆さんが、本当に人に優しい東京で頑張っていける、本当によかった、住んでよかった東京を作っていける、そういうことを実現したいと思います。社民党は宇都宮健治さんとともに、人に優しい東京、原発のない東京、そして希望が持てる東京、子どもたちが本当に希望が持てる東京を皆さんと一緒に宇都宮健治さんこそ都知事にして作っていきたい、こういう思いでいっぱいです。どうか最後の最後まで宇都宮健治さんよろしくお願いしたいと思いますし、社民党も宇都宮健治さんを都知事にするために全力で最後の最後まで頑張ることをお誓いして、この場からの訴えとさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまのは社民党横田正三さんでした。この宇都宮健治は本当に多くの政党の統一候補となりました。都知事選挙では初めての本当に多くの政党の皆さんの支持を受けております。続きまして、生活者ネットワーク、都議会議員の西崎光子さん、お願いいたします。皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました、東京生活者ネットワークの代表を務めています、都議会議員の西崎光子です。選挙戦も残すところ、わずかになってまいりました。明日には新しい都知事が決まってしまいます。ぜひ皆さん、まだ投票をどなたにしたらいいのか決めていない方、有名だからこの人でいいとか、ちょっとテレビで顔が売れているからこの人しかないんじゃないかとか、そんな安易な考え方はやめていただきたいと思います。4年間後悔しなければいけないんですよ。そして都知事が石原さんの時は週2回しか来てなかったんですよ。そして石原さんが国際都市東京、強い東京を作ってきようと、そういうスローガンを打ち上げました。しかしどうでしょうか、東京には生活もできない人、若者が仕事に就くことができない、そして子育てだって十分に保育園がない、そんな街になっているんです。世界に目を向ける前に、まずは私たちの生活の足元が良くならなければ、東京は幸せな街になりません。それを作っていくのも都知事であり、そして市民の力だと思います。今日私たちの前に多くの市民の勝手連の人が、政治は自分たちの力で変えられる、そういった思いを訴えました。とっても大切なことだと思います。政治家任せではなく、原発の問題だって皆さんがこうやって立ち上がって止めたい、変えたい、そう思ったから今日この新宿の駅にこれだけのたくさんの方が宇都宮さんを応援に来たんだと思います。変えましょう。明日新しい都知事を誕生させましょう。そのためにも皆さんの一票が必要です。皆さんの周りの人たちの一票が必要です。そして東京も生活しやすい、人に優しさが持てる、助け合える、そういった東京の街にぜひ宇都宮さんを都知事にして変えてまいりましょう。最後の最後まで頑張りましょう。ただいまのは電化製ネットワーク都議会議員の西崎光子さんでした。ぜひ西崎さんが、本当に一緒に頑張れる都知事、宇都宮県に誕生させましょう。続きまして、新社会党の福田みのり東京都本部委員長からお願いいたします。皆さんこんばんは。紹介をいたしました新社会党の東京都本部福田みのると申します。宇都宮さん、宇都宮県議さんのために。多くの皆さんが集まってくださいました。心から御礼を申し上げる次第でございます。そして私どもも各地域で勝手連の皆さんと一緒に活動をしてまいりました。私は宇都宮さんと宇都宮さんのお話を聞くたびに、そしてそのために、宇都宮さんの素晴らしい人柄、これに感銘をいたします。その実直性、そして誠実さ、そうした候補者を私たちが持ったということを深く感謝をする次第でございます。さらにまた宇都宮県議さんのその政策でございます。脱原発、反貧困、そして中小零細企業の立場、雇用を拡大をする立場。すみません、本人がようやく来ましたので、ちょっと道を皆さんご覧ください。さん候補に喋ってもらいますので、もうちょっとお待ちください。皆さん、宇都宮健児さんを当選をさせるために、今日明日ともに頑張りましょう。ありがとうございました。今日も本当にチーム選手が落ちてしまって、それでは皆さん本当寒い中待っててくださったんで、2回喋りますが、最初はちょっと振りです。短く。宇都宮健児です。新宿西口のつもりの皆さん、こんばんは。東京都知事候補、宇都宮健児です。今回よろしくお願いします。とうとう選挙戦も今日限りになりました。私はさまざまな市民団体、勝手連で支援されまして、この17日間、選挙戦を戦ってまいりました。私の選隊のほとんどがボランティアで支えられております。私は選挙戦を一緒に戦ってきたボランティアの皆さん、市民団体の皆さんを大変誇りに思ってます。このような多くの市民団体、ボランティアに支えられて、17日間を戦い抜けたことを大変幸せに思っております。今回の都知事選挙は、13年7ヶ月続いてきた石原都政を継承するのか、上から目線で都民に冷たかった石原都政をこのまま継承するのか、それともここで石原都政と決別して都民と共に歩む都民に温かい都政を確立するのか、これが最大の争点であります。私はそろそろ石原都政とは決別したい。石原都政の下で生活は苦しくなった。老後は不安である。中小企業も経営が悪化した。商店街も活気が失われた。このような声をこの17日間で東京都内あちこちで聞いております。そろそろ石原都政とは決別すべきではないでしょうか。そして石原都政を継承すると称する者に、もう東京都知事の座を明け渡してはならないと思います。明日の東京都知事選挙は主人公が入れ替わる時です。都民の手に都政を奪還する時です。都政を都民の声が反映しやすいような都政に民主主義を確立する時です。ここにお集まりの皆さんと共に勝利を祝いたいと思っております。そのために今日まだ時間が残されておりますので、悔いのない戦いをやりましょう。私もこの後も全力で戦います。そして新しい都政を切り開きましょう。東京が変われば日本が変わります。日本が変われば世界が変わります。その第一歩を東京都政の変革から始めましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。宇都宮健児都知事候補、うまくなったでしょう。本当に17日間で成長いたしました。本当に力強くなってきました。皆さんのあの温かい熱いエールが、宇都宮健児を本当に見事にここまで押し上げていただきました。ありがとうございます。さて、続いて応援していただける生徒、緑の党共同代表の高作さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。まずは17日間走り続けてきてくれて、そしてここに今たどり着いた宇都宮さんにもう一度大きな拍手をお願いします。そして宇都宮さんだけがヒーローなのではない。ここに集まった皆さん、もしくは明日宇都宮さんに1票を投じる皆さんが主役です。今日皆さんありがとうございます。私は今年4月28日に新しい政党緑の党グリーンジャパンを立ち上げた緑の党の共同代表の高坂勝と申します。よろしくお願いします。緑の党は3つ大きく掲げております。まずは脱経済成長。考えてみれば経済成長だけを追いかけてきたことが、経済経済といって原発を作ってきたんじゃないでしょうか。ここを顧みないと何も始まりません。どうでしょうか。そして2つ目、お任せ民主主義。投票比率の悪い低いこの日本で、石原や頼りのない政治家に任せてきてしまって、こうした原発を作ってきた、もしくは格差を作ってきたのは明らかです。いかが皆さん、どう思いますか。だから私たちは明日貴重な1票を投じるのです。そして3つ目、社会的公正を謳います。私たちの政党は女性が必ず半分以上入ることになっています。私が共同代表というのは4人いまして、女性が半分2人います。今日そのうちの1人は高円寺で山本太郎を応援しているので申し訳ありません。男性の私が来てしまいましたが、こうしていろんな社会的な立場の人たちが公平に入っていける社会を作りたい。これこそ宇都宮さんが訴えている目標じゃないでしょうか。緑の党もそれを目指しております。そして考えてみれば、宇都宮さんが掲げた政策というのは弱者を視点にして、そこから始まっていく下からの民主主義です。考えてみてください。石原都政はいろんなことをやりました。多少の成果はあったでしょう。しかし何をやったんでしょうか。私たちに負担を残して弱者を切り捨ててきたんじゃないでしょうか。だからこそ今、石原や猪瀬に任せてはいけないのです。宇都宮さんが今までやってきたことは明らかです。弱者を視点にして考えてきた、そういった政治をこれから作っていくことを東京から始めなければいけません。経済成長などといって命をないがしろにする、そうではなくて、これから地域分散化型の社会を作っていくために、みんなで東京から始めていくようじゃないでしょうか。みんなで明日歴史を変えるために投票に行きましょう。そして隣の人に、周りの人に、近所に投票に行って、そして宇都宮さんに1票を投じること、そして世界を変えることを訴えましょう。みんなで変えていく、一人一人が変えていく、そういう社会が到来していきます。どうか宇都宮県さんに応援をお願いします。ありがとうございます。緑の党の高坂共同代表、ありがとうございました。このほかにも生まれたての日本未来の党の支援も受けております。それでは、この選挙戦、多くの方たちの応援をいただいて大変賑やかな選挙になっております。ご覧ください。とても素敵な方が今日は本当に忙しいのに駆けつけてくださってます。神田香織さんです。皆さんこんばんは。生まれの講談師、神田香織です。宇都宮さんを最後の最後まで応援したくて駆けつけてまいりました。私は26年前から私の言を語ってきて、10年前からチェルノブイリの講談を語ってきて、ふるさと福島県がやられてしまいました。悔しくて悔しくてたまりません、皆さん。そして前知事は原爆事故は些細なことだと言ったんです。この知事の後を継ぐ人が東京都知事になったら、もう東京は日本はお先真っ暗です。今福島県16万人もの人が日本国中さまよって歩いてるんです。土地を奪い、漁民からは海を奪い、農民からは農地を奪い、子供からは未来を奪っている。その16万人人が生死をかけてさまよっている。そんな時によくも些細なことだと言えますよ、皆さん。そんなことを言えるのは人間の仕業じゃないです。もうそんなことではなく、本当に本当に心優しい、こうやってそばにいると宇都宮さんのハートの優しさが伝わってきて、幸せな気持ちになるんです。皆さん、ここにこの方がいるだけで幸せな気持ちになる人って他にいますか？宇都宮県知事さんを置いていませんよ。もし宇都宮さんが東京都の顔、ひいては日本の顔にならなければ、さまよってる16万の福島県人は生きる希望をなくしてしまうんです。財産を奪い、土地を奪い、希望を奪い、人権まで奪っているこの原発事故の後始末も何もしないで、社会のことと言ってまた推進していこうとする、そんな血も涙もない人に東京都の未来は託せません。講談500年から昔から語っている講談のテーマは、強きをくじき、弱きを助けるんです。それが日本人の血なんです。 DNA なんです。それを実現できるのはこの人しかいないんです。今までどれだけ苦しんでる人の味方になってきたか、血を這うような思いで身銭を切って困ってる人を、この人本当に41年間助けてきたんです。こういう人に明日からの東京を任せなければ、私たちや自身がやられてしまいますよ、皆さん。なんとしても私の福島県人の声を代弁します。この方を東京の顔にしてください。そうしなければ福島県人は眠れません。生きることが全くできなくなります。見捨てられ、足蹴にされて、それでも耐え忍んでいる福島県人を思い起こしてください。今度の知事選は福島のことを思って選挙してください。はい、優しい宇都宮さん、本当に困った人の側に立つ人です。こういう人でなければ皆さんいけませんよね。明日本当に力強い応援をいただきました。私たちは福島の人と共にこの選挙を戦っています。あの副知事だったあの人が言いました。実績がない、冗談じゃない、ただものじゃない、この宇都宮県知事、ただの弁護士ではない宇都宮県知事、日本全国の弁護士たちを束ねる会長をやってきたんです。3万2000人いる弁護士のトップとして、さまざまなことを法律にも作り、福島の問題にも関わり、本当に力のある人とはこういう人を言うんです。その会長の時に一緒に事務総長として共に戦ってきた海藤雄一さんから、その人となりを話をしていただきます。会場です。今ご紹介を受けました2年間日弁連で本当に毎日宇都宮さんと一緒に仕事をした弁護士としてこれほど心が優しく、そして芯の強い人はいない、東京都知事にこれ以上に向いてる人はいないということを皆さんの前でお話ししたいと思います。宇都宮さんが心が優しいということは何度も話が出ましたけれども、もう一つ大切なことは、宇都宮さんは結構頑固でですね、絶対に後ろに引かない、自分が正しいと思うことについてはですね、たくさんの人を説得して実現していく突破力、実現力があるということを申し上げたいと思います。この大震災と福島の原発事故の後、二重ローンの救済や福島の被災者の援護法を作ったのは宇都宮さんです。これだけの政策を打ち出し、そして世論を説得し、政治家を説得し、現実に実現したんです。そういう力が宇都宮さんにはあるということを申し上げたいと思います。私はパートナーは福島みずほって言うんですけれども、法的生活上のパートナーであるですね、宇都宮さんに心から惚れ込みました。だからこの選挙戦、最初からですね、広報として担ぎ出すところから全力でやってきて、こんなにたくさんの人たちが宇都宮さんを支援してくれるようになったことを本当に嬉しく思います。絶対に明日は勝てる。今日の夜12時までですね、皆さん電話をかけまくってください。そうすれば必ず明日は勝てる、そういうふうに信じてですね、最後の最後まで戦う必要があると思います。もう一つ、相手候補、猪瀬さんのことをはっきり申し上げたいと思います。彼らは本当に様々な人です。様々なこと、携帯電話がつながるようにしたとかですね、その地下鉄の壁を壊したとか、どうでもいいようなことしか自慢できることがない人なんです。彼ら一枚看板で言ってるのは道路公団の民営化でしょう。その民営化された道路公団の笹子トンネルであれだけの事故が起こっている。これについて猪瀬さんが何かきちっと説明できたでしょうか。テレビ番組で記入した宇都宮さんにデマだっていうふうに言いました。デマを言ってるのはどっちでしょうか。猪瀬さんの方がデマを言ってるんです。騙されちゃダメです。彼にやらせたら東京はめちゃくちゃになってしまう。そのことを皆さん伝えてください。今日8時までしかこのマイクは使えません。しかし明日の日付が変わる12時までは電話は自由です。もう夜中の11時過ぎても電話かけてもいいと思います。何が何でも明日は勝ちたい、皆さんと一緒に勝利を手にしたいというふうに思います。全力で宇都宮さんを支えます。どうか皆さん、最後の最後まで戦いましょう。海藤雄一弁護士でした。本当に猪瀬さんっていうのは傲慢な人ですねってあんまり言っちゃいけないんですけれども、昨日テレビ見てたら自分のやったことをずっと挙げてらっしゃいました。あ、そんなにたくさんやったのね、いわゆる猪瀬都政だったんだよって言ったんですよね。石原さん怒りますね、これ聞いたら。そういう傲慢なことを言っちゃいけません。やはりしっかりと自分に自信を持って自分の役割を明確にする、できる人でないと都政なんて務まりません。正直者である、都民に対してきちんと正直者である、そういう宇都宮さんを私たちはやっぱり選ばなきゃいけない。選挙はいけないと思います。さてさて、続きましてはまたまた素晴らしいゲストです。映画監督の浜中瞳さんです。皆さん、こんばんは。私はついさっきまで東海村にいました。東海村で映画を上映し、福島で子どもたちを守る活動をしている人たちとトークをしているときに地震が起きました。震源地は茨城沖です。今、地震はもうあちこちで専門家が言ってるように活動期に入っています。そんな中で今、日本中の原発、そして首都圏と最も近い東海第二原発が再稼働するかしないかの瀬戸際にあります。そんな中で東京電力の最大株主である東京都がですね、最大ではないですが大きな株を持っている東京都がこれからどんな政策を出していくのかに日本のエネルギー政策の未来がかかっていると皆さん思いませんか？私は13年間核・原子力・被爆をテーマに13年間そのテーマだけに映画を作ってきました。そして日本中の電力会社がこういうふうに言っているのを聞いてきたんです。東京電力を手本にしていると、その東京電力に皆さん、モラルというものがありますか？ありません。私はやはり政治にはモラルがすごく大事だと思うんです。それを前の石原都政は自らのモラルを破壊してきました。都民としてものすごく感じてきたんです。東京都知事、かっこ悪いな、弱い人たちを足毛にして強い人たちの味方になってるなんて、なんてかっこ悪い人を東京都知事にしているんだろうと思ってきました。皆さんはどうですか？それに比べて私はこの選挙戦が始まってすぐに勝手連を立ち上げました。私とうちの猫2匹、宇都宮健児ランの勝手連です。でも東京中にここに集まってる皆さん方全員が勝手に宇都宮さんを応援していることを私は知っています。ありがとうございます。誰しもが心から本当に応援したくなるのが宇都宮健児さんなんです。なってくださったら誇りを持って東京都民だと言えると思いませんか？誇りを取り戻しましょう。すべての人たち、どんな人たちも弱い人たちも自分で仕事を探しながら探しきれない人たちもみんな誇りを取り戻したいと思っているんです。その誇りを取り戻す政策を全て打ち出してくださっているのが宇都宮さんです。東京都をぜひ誇りある街にするために皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。鎌中ひとみさんでした。今日ここに見えてるゲストは一人で1時間ずつ聞きたい人ばかりです。で、原発問題で本当に勇気ある人たちがたくさん出てきました。芸能界ではこういった政治的発言する人は排除されます。その中で本当に今回は宇都宮健児さんのために頑張って応援をし続けてくださったのが女優の木内みどりさんです。もう宇都宮さんのこともご存知ですし、猪瀬さんと宇都宮さんがどう違うかもう皆さんご存知だと思います。私はこの数日宇都宮さんとラッキーなことに車の後ろに乗ったりして宇都宮さんを本当に身近に感じてきました。本当に時々胸が熱くなりました。新橋の駅前でサラリーマンがいっぱいいる午後でした。さあ40代半ばぐらいのもうあそこはサラリーマンの人がわら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 すごい数いるんですね。そこで一人の男の人、私ふっと気がついたんですね。ものすごい苦悩の顔をしてました。こうなった顔をしてました。でもその人がどうもすごい顔を飛ばしてるんです、宇都宮さんに。で気になったから見てたんですけれども、スピーチが終わってから宇都宮さんが皆さんの中に入っていて握手をしました。そしたら宇都宮さんをこういうふうに見ていたのに、その人は近寄っていって手を出して宇都宮さんと握手をしました。その瞬間でその人の顔が崩れて泣きそうになったんです。本当におえつしそうになったんです。私はそれをよく分かりました。きっとその人は毎日いろんなことを我慢してるんだと思います。辛いんだと思うんです。で、宇都宮さんと会ってこの笑顔に触れて握手した途端に何かがこけたんだと思うんです。今回のこの選挙の、動きの中でもいろんなボランティアの方がいらっしゃいました。今日私が気がついたんですが、81歳のおばあさんと言っては失礼ですが、年取った方が、女の方が一人で来て、一人でチラシを渡していらっしゃいました。毎日やっていらっしゃるそうです。それから奄美大島からバスガイドさんをやっていらっしゃる方が、どうしても宇都宮さんを応援したいと、一人で奄美大島から東京に来て、慣れない東京でずっとうぐいす嬢をやってくれました。そして宇都宮さんと同じ愛媛からの大学生の女の子が、どうしても宇都宮さんを応援したいと言ってやってきました。他にも、チアガールをやっていろいろいじめられた女の子、エミちゃんもいますし、ドラム隊もいますし、もう本当にみんな一生懸命やってきました。ここにいらっしゃる方はもう皆さんもう私たちの仲間です。みんながここにおって思ってください。で、走ってここはおしまいです。でもあと4時間あります。ここにいる人はみんな明日宇都宮さんに投票すると思います。でも相手は巨大です。あの東京都庁のように巨大です。でも足元がゆらゆらっと来ているのは確かなんです。自民党がスピーチする、それをみんな見ました。私は聞こえていたのです。皆さんが応援してからこの立体が過ぎ去った後、黄色い、なんていうんですかね、防寒服、高そうなのを着たスタッフがもうすごい20人ぐらいわらわらと出てきて、たくさんののぼりを立てて、乗る台も立派、選挙カーも立派。でも気がつきました。みんな不機嫌そうなんです。仕事だからです。心からやってないからです。言葉も全然違うと思いました。で、宇都宮さんがスピーチした時にはこのぐらいの人がいたんです。で、私は帰りながら、あれでも誰がスピーチするんだろうと、またしつこいから戻りました。見ました。その人はこの上に立ってスピーチしてました。聞いていたのは嘘じゃありません。13人でした。自民党優勢なんて嘘です。広瀬さんは組織票なんとかと全部ついてて、すごく優勢って言われてますけれども、巨大な岩は足元がちょっとでもぐらってくるとぐらぐらバターンって倒れます。倒れましょう。いつも元気に応援ありがとうございます。実は木内みどりさんのパートナーの水野誠一元参議院議員もお見えになってますので、一言お願いいたします。皆さんこんばんは、水野誠一です。私は11年前、静岡の浜岡原発を止めたい、東海地震の前に止めねばならないという思いで静岡県の知事選に出ました。そして56万8008人の支持を得ながら、実は現職知事の壁は厚くて、それを打ち破ることはできませんでした。しかしそこから始まった戦いは、去年の福島原発の事故、その直後に浜岡を止めようという菅首相の英断につながりました。そしてそれまでに100万筆を超える署名運動、署名が集まったんです。この市民の力が菅さんを動かしたんだと私は思っています。しかし今まだこの地震の連鎖は止まっていません。先日の余震を見ても、大きな地震がこれからいつ来ても不思議ではないにもかかわらず、自民党の政権になったら全ての原発は再稼働します。そうなっていいんでしょうか。絶対に許せない。原発推進派のバカたちは、原発を動かさないと日本の経済が滅びる、こんなことを言います。それは嘘です。原発がなくても滅びません。そしてさらに言えば、我々はもっと知恵のある人類に成長してきたんです。そしてそのために私たちは今革命を起こさなければいけない。もう経団連も自民党にも頼ってはいけない。市民が自ら日本を動かしていく、そういう時代が今来ようとしています。そしてその旗頭がまさに宇都宮健児さんです。明日の登場まで時間があります。皆さんの気づきを一人でも多くの人にお伝えいただき、そして宇都宮さんが一票でも敵よりも多く取ることが成功なんです。どうか残された時間を皆さん頑張って一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。水野選手、本当にありがとうございます。皆さん、80人もちょっと変わらないで残っててください。お土産があるんです。チラシを巻きながら帰ってほしいんです。ですからすいませんが、終わりましたらオレンジの服を着てる人が30ぐらいしかありませんから、皆さんにお配りしますので持って帰って最後までやってください。今日の応援の最後の方です。もう皆さん今日は得ですね。いっぱいいっぱいこんなにいろんな人の話が聞けます。新須吾さんです。こんばんは、新須吾です。東京生まれ、東京育ち、3代続いた江戸っ子の在日です。私はこの新宿のちょっと隣にあります笹塚で生まれました。そしてここを通りながら学校に行きました。で、私は東京が大好きです。私はふるさとは東京です。そして初めてこの東京のメンバーだなと思ったのは私が7つの時です。それまで私たちには国民健康保険というものがありませんでした。病気になるとギリギリまで我慢しました。ギリギリまで我慢して、そして水ぼうそうの跡がずっと体中残ったことがたくさんいました。ある時うちの母が言いました。私が6つか7つの時です。お前の命は美濃部さんが助けてくれたんだよと言いました。私は母がこの時にいつも嬉しそうな顔をするので、私は実は美濃部さんの子供じゃないかと思ったほどですでもそれから私は安心して病院にかかることができました。その時に国って東京都って政治ってなんて温かいものなんだろうと思った。親の顔を見るのがほっとしました。熱を出てる時に病院に行きたいって言えることがこんなにも気持ちが楽なことかと思った時に、なんて幸せなことだろうと思いました。あの時の都政は私も生きるがあなたも生きようといったことだったと思います。俺だけが生きる、強い者が生きるというものが政治ではありません。私たちは弱肉強食の経済の中で生きています。ならばこそ地方自治、そして政治というのはどんなことがあっても弱者救済でないといけません。私は宇都宮さんが好きです。パッと見てキラキラ光るような花はないそして口もうまくない、演説もうまくない、うまくなった、ちょっとはうまくなっただけども彼は一生懸命です。そしていつでもどこでも足元が崩れそうな、もうずっと叩かれていた側の人たちと一緒に生きてきてくれました。パッと見た瞬間に、あ、この人は私の仲間だと思いました。だから私は最初に会った時に宇都宮さんが好きになりました。そしてもし政治を託すんだったらこの人に託したいなと思いました。そして彼の目線はどこにあるのか、東京都民にだけあるわけではありません。原発反対というのは単に経済的な問題でもありません。原発反対は福島にいて、福島で今どんな思いをして生きているのか、その人たちと共に生きようというその思いが原発反対という声になっています。原発によって取り残された人たち、移動できなかった人たち、そして移動した人たち、それぞれ家族と別れ、そして困難な中、さまざまな差別を受け、そして今を生きています。例えば、今、福島の中でいる人、私の友人は、毎日お父さんが、毎日おばあちゃんがくれる野菜をありがとうと言っては、そのまま毎日捨てるんです。そして一生懸命そうでないような、西の方からの野菜を買っています。そして子どもたちは、あ、これ触ってもいいの、あ、10年後の自分はどうなってるだよっていう作文に対しては、10年後生きてるの、そういったものと向き合いながら生きています。私は今の原発そのものに対して向き合うのであるならば、そこで今苦しんでいる人たちと向き合う気持ちがなければダメだと思います。そして同時にそれは東京であるその電力を使ってきた私たちの責任でもあると思うんです。そういったものを許してきたこの政治に対して終止符を打ち、そして宇都宮さんと宇都宮さんと一緒に前を一歩一緒に歩いていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。陳志子さんでした。子どもたちから愛され、美しいと言って、チャーミングねと言って、高校生から写真を撮られる宇都宮健児、本当に皆さんと一緒に17時間、本当に本当に充実した日々でした。まさにこの選挙から市民の力が自治の力となって花開いた17日間でした。最後のお訴えになりました宇都宮健児、都知事候補宇都宮健児からのお訴えでございます。新宿駅西口にお住まいの皆さん、本当に遅くまでご苦労様です。東京都知事候補宇都宮健児です。これまでの石原都政、人の命を大切にしなかった、人権を大切にしなかった、そういう都政であったと思います。これを変えなきゃいけない。私は命を守るために原発に反対します。今日他の立会演説会に福島の浪江町の馬場町長が駆けつけていただきました。福島の人は誰が東京都知事に選ばれるか息を潜めて見つめています。多くの人たちが福島のことは忘れ去られてしまうんじゃないか、自分たちがいまだにふるさとに帰れない、仕事を失って家族が離れ離れになっている、こういう状況が誰も忘れてしまうんではないか。したがってそういう福島の方に手を向けてくれる、真剣に向き合ってくれる、そういう都知事が選ばれるかどうか真剣に見つめている。だから福島を代表して私は応援に来たと、そういう話をしていただきました。脱原発という政策は、今、新坪さんが言われたように、原発の被害者と向き合う、そして被害実態を向き合う、ちゃんと被害実態と向き合う、そして被害者に支援の手を差し伸べる、その中でしか脱原発は進まないと考えております。私、宇都宮県議が東京都民と一緒になりまして、福島の原発の被害者、避難者を全力を挙げて支援してまいりたいと思います。合わせて二度と同じような苦しい目に他の都民はもちろん全国の国民、日本に住んでいる我々市民、そういう目に合わせてはいけない。だから脱原発を進める必要があるんです。脱原発というのは人の命を守る政策です。そして子どもたちの未来を守る政策です。そして地球を守る政策でもあるんです。そういう政策をまず東京から進めていきましょう。私、宇都宮健児は命を守るために石原都政が切り捨ててきた福祉を充実させます。東京都内23区内で石原が知事になってから孤立死や餓死が倍増してるんです。生活保護受給者も倍増してます。のような命を大切にしない政治がずっと続いてきているんです。このような女性をあと4年間続けていいのか。絶対に続けてはダメです。私、宇都宮健児は命を大切にするがために、憲法を守り、平和と人権を守る都政を打ち立てます。現在、尖閣諸島の領有権問題をめぐって日中関係が極度に悪化しております。もともとこれに火をつけたのは石原さんなんです。尖閣諸島の購入と都政とどういう関係があるんでしょうか。そんなことに都民から集めた税金が使えるんでしょうか。しかもこういう、自分は火付け役なのにこういう情勢を逆手にとって憲法を変えて集団的自衛権の行使を容認して、さらには国防軍を作るなどと、あるいは核武装のシミュレーションをすべきだと、こういうようなタカ派的な政治家や政党が台頭しつつあります。こういう状況を放置すると、ますますアジア諸国との関係が悪化していきます。下手をすれば、尖閣諸島の領有権問題をめぐって、軍事衝突が起こりかねない、戦争が起こりかねない、そういう状況なのです。戦前の1970年代、軍部が独走した、それに政党内閣は歯止めをかけられなかった、その結果、何が起こったでしょうか。日中戦争に発展して、さらには太平洋戦争に突入した、この結果、アジア諸国の人々が2000万人を超える命を失ってます。そして、我が国も広島と長崎に原爆を落とされ、東京は大空襲にあって、300万人を超える大切な命が失われております。もし軍事衝突が起こっても、石原さんや安倍さんは戦争の最前線に立つわけではないんです。命を失うのは若者なんです。私は若い人の命を惜しむがゆえに、今こそ平和憲法の大切さ、平和と人権の大切さを訴え、そういう都政を打ち立てる必要があると考えるんです。東京から平和を発信することが、アジア諸国との関係改善に役立つと思うんです。私が東京都知事になりましたら、ソウルと北京の市長に呼びかけて、アジアの平和都市会議の開催を要請します。自治体間の平和的な交流、民間レベルの平和的交流がアジアの中の平和的な友好関係を打ち立てると確信しております。東京が変われば日本が変わります。日本が変われば世界が変わります。世界を変えれるような東京都政を皆さんと一緒になって打ち立てたいと思っております。最初にお話ししましたけど、私の選対はほとんどボランティア、市民団体のボランティアで支えられています。このようなボランティアの支えがあって、17日間、皆さんと一緒に選挙戦を戦えたことを大変幸せに思っております。ただ、選挙は今日の12時まで戦いはできるということです。ここで終わらないで、最後の最後まで支持を拡大しましょう。そして、明日の選挙では、皆さんと一緒に勝利をつかみ取りたいと思っております。都政を都民の手に取り戻しましょう。そして東京都政の中に民主主義を取り戻しましょう。最後まで皆さんと与えたえることを幸せに思いつつ、私も今日いっぱい最後まで戦いたいと考えております。今日は17日間ありがとうございました。頑張りましょう。頑張ってください。また悪いことやったんです。ぜひ頑張って。本当に君の協力を電話していただいた。田さん読んで。頑張ってください。ありがとうございます。たっていうか、なんか高いところ登って撮ってたから、身動き取れなくて、なんかさっきずっと撮ってた人がいて、この人ですごいちゃんとしたカメラで、大丈夫、変な人じゃなかったかな。なんだろう、でもその映像どっかに載せてほしいなみたいな。そうだね、制服でやったの。こんなのとちょっと1個、私これだった、生足にこれだったよ生足にこれだったんだよ、珍しく。そう、でも今めちゃめちゃ配信中なんですけど、チョコレートケンジ、チームチョコレートケンジの皆さんですはいもう8時過ぎたから踊れないんですね。あれ大丈夫なのかな大丈夫なのかな。アカペラ配信、アカペラ配信。でもわかんない。結構ずっと慶応の人もアンプ使ってるからすごい気にしてて、でここにチラシをつけてからなんか選挙活動ねみたいな、そんな感じで見てたけど、あそこあそこあそこ、あの人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 ここでずっと踊ってた。ここでずっと踊ってた。手応えとしてはどうですか？活動待ってくれる人とかいた？たまに時々ちょいちょいいたよね。文句は言われた。文句は言われた。いたよね。文句言われた。文句っていうか、なんかすごいここまで来て、これは朝鮮踊りかみたいなの言われて。朝鮮踊り。楽しんでる。多分そういうのを言うのわかんないけど。なんか配信多分ね、踊ってると。外人じゃなくて。おじさんが朝鮮踊りかみたいな、なんだこれみたいな、すごいなんかこうやってすごい言われて、でもまあ無言でするだけどね、なんかすごいするしてた、超無視だったの、ガン無視してた、何言ってんだこいつみたいな、なんか命の熱烈なスペシャルじゃない。ああ、そうなのかわかんないけど、なんかでもたまにいるよね、そういう人っていう感じのそう、私今日チョコレートケンジ取りに来たのにさ、もう向こうの熱気がすごくて全然抜け出せなかった。抜け出せなかったし、結構ね、ユース見てくれたの、250人ぐらい見てくれた。そう、どうかな、明日で決まりますね。決まりますね。投票は明日です。ますか？まだ行ってないです。まだ行ってない。そうか。ね、いやでもなんかこのさ、宇都宮さんの前に民主党がやってたじゃん。そうそう。蓮舫さんと野田さんが来た。そうそうそう。ね、脱原発コール、あ、じゃないや、再稼働反対コールが。再稼働反対コールの前にずっと帰れとか嘘つきっていうコールがあって。で結構その警備で来てたおまわりさんたちがその暴動化しないようにっていう感じでわーって囲まれちゃって、それから再稼働反対っていうのに多分変えたんだと思う。あ、そうか。それはあった。そうそう、なんかね、あそこのマスコミ席みたいなのができてて、私も入れてって言ったんだけどダメってよ。あ、まあしょうがないとダメだよねでも野田さん帰ってで宇都宮さんだったら、なんかマスコミもなんか帰っちゃってそうだ、マスコミも帰るし警察の人も帰ってた。そうそう、でマスコミ席も勝手に開いてみんなわーって入ってきたから私も入って。総理大臣は違うな、違いが元総理大臣は違うね扱いが違うっていうかさ、マスコミなのにどうして途中線は全く報じる気ゼロで野田さんだけ取って帰るのね。マスコミってどういう風になってたの？なんか全国配信だから、全国放送だから東京都知事は東京都だけじゃん、東京できるの。だからなのかなって思ってたけど。なんかそのこれ今取り上げるのこれだよねみたいなネタが全局一緒で、それしか取らない。なんかすごい、なんか知らないけど彼らの中で今はこれだっていうのがなんかあって。なんか命令なんだな。それしか取っちゃダメみたいなのもある夕方とかはいいのかな、8時、夕方とかはいいのかな、8時過ぎでも。よくわからないけど。別になんか政治活動じゃんでいいじゃん、それは。そうだね。ダンサーを取りに来た。そんな大きい音じゃなければ。じゃあ明日、もうそろそろ配信終わるんですけど、まあ、明日投票日で、若者に対して何かメッセージやっている若者じゃなくてもいいけど、とりあえず投票に行きましょう。とりあえず投票に行きましょう。告知でもいいから投票に行きましょう。投票行かないんだったらもうなんかもうね、文句言うんじゃねえかなやろみたいな。リアルに応援したい人がいるとやっぱテンション上がるよね。上がりますね。そうだね。なんかうちはなんか選挙区が安倍智子さんだから、あもう入れる人迷わなくていいわ、よっしゃ行くぞみたいな。誰れようち。東京1区誰にしようみたいな。海江田万里がいる。海江田万里の事務所から今日うちに電話かかってきて、なんか午前中ぐらいになんか海江田万里ですみたいな。なんかこのなんだっけ衆議院ね、まあ、ぜひ海江田にみたいな。知らねえわ。あれ電話とかっていけるのかな。わかんない。電話がかかってきてから入れようってあんまりない気がする。選挙行かない人見てるかな。ああねえ。どうですか。まあ興味ある人は見てると思うんですけど。微妙なラインの人も。でなんか話題に行けっていうんじゃなくて、なんかこっちの話題として話題にしてて、それをチラ見することでなんかああ行かなきゃかなみたいな、なんかフェイスブックはそこがやりやすいというか、まあこう見てる人が周りの人になんかちょっとでも話してみたりとかアピールするしかないけど。そうだね。なんかやっぱ国防軍作ってアメリカできるようにするって言ってる党とか、原発は何年までにやめようって言ってる人とか、なんかそれをこう地域のリーダーとか国のリーダーに選べるっていうのが明日だから、なんかもうそれってすっごいことだと思いますね。だからみんななんかに気づいてください。この世界を作ってるのは自分だってことに気づいてください。名言。でも本当だね。明日の結果次第で本当国防軍って名前が自衛隊が変わったりとか、徴兵制が始まったりとか、そういうことありえる。本当にありえます。だからそうだな、私もなんかこう友達に選挙の話するのとかすごい抵抗あって辛いけど、なんかやっぱり自分が変わんなきゃなって思う。そのさっきも言ったけど世界作ってるのは自分だから、そういうとこ頑張ろうと思ってます。頑張りましょう。はい、じゃあ頑張りましょう。新宿まだ盛り上がってるので、向こうの方で熱気を感じたい方は今からでも新宿ちょっと立ち寄ってお家帰るといいと思います。はい、では配信はそろそろ終わります。ご視聴ありがとうございました。